さあこののれんがいいじゃないですか。大好きなお店銀の塔行きましょう。こんにちは、いつもすみません、お世話になってます。シチューの名店銀の塔、正蔵師匠ごひいきのお店にやってきました。いやいただきます。ここはうまいんですよ。もうどれぐらい経つだろう、何十年かやってんだ。おばあちゃん、うちの祖母と歌舞伎座に行って帰りに寄ってからですから、約45年以上こちらのお店に通ってるってことになるのかな。ここね、とにかくまあお酒を飲みながらシチューをつまむのもいいんですが、グラタン煮で白いご飯が美味しいんで、まあグラタンを乗せてご飯を食べるってのも、俺このグラタンはねまた他のところとちょっと違うんだ。もしもし、お姉さん。失礼しました。お待たせしました。グラタンうまいよね。グラタン美味しいですね。ねえ、白いご飯にかけたりしたらもううまいんだよね。そうですね。頼んだ方がいいかな。じゃあグラタン、あとおいで一つ。はい。三つ食べられないよね。そうですね。多分ね。一つ。このぐらいお茶碗サイズなので。ね、そうなんだよね。はい、俺もう何度も食べてるんだ。もう。子供と自分から食べてるから。じゃあ、そうなんですね。じゃあ、いきましょう。グラタン一つ。はい、かしこまりました。失礼します。はい。土鍋で出てくるシチュー、土鍋を使うのは熱々を食べてほしいと願うお店の工夫です。ミックスシチューにはビーフとタンが入っています。見事ですよ。うめえ。このデミソースはね、着物なの。塩ビ服とかタキシードとかスーツではないんですよ。そのいわゆるね洋服、和事なんですよ。あーうまい。私このジャガイモが大好きなんだ。生きてていい、よかったって感じだ。はい、ミックスの場合はタンが入っております。しみしみにしてでろーん。溶けた。あーうまい。重たいデミもいいですが、この洋食たる和ごとのデミも最高でございます。待ってよ。あ、ここのワインうまいわ。何人かで来ると必ずグラタン頼むんですけども、今日はちょっと贅沢にいただきます。あー贅沢。椎茸入ってるんです。普通グラタンに椎茸って入らないですよね。ねえ、うまい。あ、はっきり言おう、今日分かった。このグラタンは茶碗蒸しにしかい、うん、和食の好きな方ぜひこのグラタンは絶対食べる価値あり。
こちらご飯でございます。熱々のね、このご飯にね。失礼します。失礼します。まずはね、残ったグラハンを熱々のご飯に、熱々のグラハン、お、うまっ。完食。いや、うまかった。